国家法とは、日本の平安後期から江戸期にかけて、国家社会に通用していた法体系。中世の朝廷における完成は、基本的には、律令国家の例の規定を継承したものであり、表面上深刻な構造上の変化を成していないように思われる。しかし、国家社会そのものの変化に伴い、構造上あるいは実際的な運用上、 律令国家とは大きく異なる特徴が見出される。律令体制下では、関とくらいにより、官人国の序列と職唱を明確化することで、区下社会の構成を定めていた。これは、貴族階級である官人層とそれ以外の非支配階級である平民の身分上の格差を定めるものではあったが、同時に能力主義によってその役割を定めるものであり、 本来的には世襲性的な方向像を持つものではないと言える。しかし、官人層内部での地位格差が広がり、律令体制が本来意図していた能力主義とは異質に特定の種族から世襲的に官人が供給されるようになると、官人の役割をその属する家系ごとに想定するようになり、家系ごとの専門家が進んだ。これらの家系は独自に加齢、 諸司令といった実践的な規律を蓄積し高度に専門化することによって中世において特定官職をほぼ世襲するようになった。またこのような家督を通じての世襲化は実に天皇家内部においても見られ、白川上皇以後形式的には室町期にまで断続的に続く院政は天皇家における火星の世襲化と見ることができる。中世における 律令体制の根本的な変化としては、もう一つケビー種などの、いわゆる両下の官の成立が挙げられる。これ両下の官の特徴は、その分担する政務において、簡潔的に処理することが可能だということである。本来の律令制は政務を上から順番に、盗賊関係にのっとった形で処理するため、官僚機構において底辺に近い部署はただ事務処理を行うのみであり、その意思決定は、 上位機構を経て最終的には天皇が裁断するものであった。ところがケビン氏などの領下の官はこのような律令王官制の盗賊関係を横断的に超えて一つの政務を処理することができ従来の律令王国家の規定を超えて決裁を速やかに行うことができたため律令制の複雑な官僚機構に伴う反差な手続きをせずに特定の政務を 完結的に行うことができた。実際、ケビー市長は実用面で非常に優れていたため、後には従来の律令的慣性を侵食していく形で、その職務領域を拡大した。このような両下の管の成立は、律令性に大きな変化をもたらしたものと言える。これら両下の管と既存の律令体制における、慣性との間の交渉は既存の律令法上に、 明確な規定がない以上、筆教監修による蓄積によらざるを得ない。両下の官が後半に成立した中世においては、このような現実的な需要を受けて実際的な政務処理を律令法の条項と照らし合わせて、その法的側面の補強を行う明暴化という職務身分科系も登場した。明暴化もまた、元は大学寮の明暴道の教官であった。 明房博士の地位を明房道の科学家によって、その世襲を確立させることで成立している。明房家に代表される中性的職務、世襲的家系の発生が、両家の間の成立と深く影響し合っている。例としては、ケビン氏の裁判権拡大に伴い養部省の両系機能が失われていき、明房家が罪名をカンサルすることが広く定着していく様などに見られる。 またこれら妙暴化のカンサルは、律療法を参照するものではあるものの、その主者選択は多分に恣意的な側面もあり、中世において、律療の規定が直接的に規範的作用を持つものではなかったということは注目に値する。中世においてはしばしば律療法より、個々の家のローカルなルールが優先され、家への交渉の積み重ねが政務となった。 それぞれの現場における実践の積み重ねがやがて作法、古実としてマニュアル化されていくのであるが何が法的意味を持ち何が持たないかが厳密な意味で分節化されていなかったということに注意するべきである。中世の豊かな法運用の中では律療法は相対的な位置に留まっていたという見方をするのが妥当であろう。 律令法と区別される意味での区下法の成立は、直接的には、白川上皇に始まる陰性において大きな契機を指摘することができよう。もちろん、両下の間の成立は早く9世紀に遡るものであり、また、摂関政治を通じて、貴族身分内部の再編が行われ続けたのであり、律令体制の質的な変化は、陰性以前にゆっくりとではあるが進行していたものである。 ここでは陰性成立の政治史的な問題については触れないが、陰性期になると天皇家も独自に火星的な気候を持ち始めるということが挙げられる。天皇の内定とは別個に陰性を敷いた上皇王、法皇のもとには院長が成立し、石関家のころのように内部的な政務を処理するようになる。 ここで重要なのはこれら委員長やコ所はそれぞれ内部の政務を処理するだけであり、それらのいずれかが直接的に全体的な政務を取り仕切ったわけではなく、その間の交渉を通じて、区下社会の政務が構成されるのである。律令体制では、律令法の規定のもと大上官で政務が行われていたわけであるが、中世においては個々の交渉過程や、 処理の蓄積が規定となって政務が行われたのであり、それらの蓄積が法的根拠となったのである。故に中世における具下法は監修法的要素が強いということを指摘することができる。ありがとうございます。